宇都宮の岡本駅っていうところですね、 JR 線のところですけど、まあさすがにここら辺はほぼ通常、まあ平常通りですね。もうおそらく原発の事故の前後であんまり変わってないと思うんですけど、1割2割ぐらい若干ちょっと多く感じるって言えば感じるんですけど、まあでもこのメーターの触れ方からすればまあ至って正常と言いましょうか。まあ基本的にメーターがゼロですから、まあ、ある意味これが普通なんですよね。通常ですと 0.1 とか 0.2 マイクロシーベルトマジですから、基本的にはまあこういうアナログ系ですとメーターゼロが普通なんですよね。でごく稀に検知して針が触れる、でまたゼロに戻るっていう、まあ、こういうパターンが多いんですけど、まあそうですね、通常よりか若干気持ち高い気はしますけど、その埼玉とかに比べると気持ち高い気はしますけど、まあでもまあ大丈夫でしょう。原発事故前後でそんなにレベル的にはそんなに変わってない気がしますね。まあ、そしておそらく私の予感は正しくてっていうのは、放射性物質が本当にたくさんある、まあ、若干積もってるならば通常であると地表に持っていくと、高くなるんですけど、まあ、少なくとも、まあ、この辺は高くなりそうにないんで、先ほどの日光のようにですね、急激に高くなったりってことがないので、まあ大丈夫じゃないかなと思いますけどね。今ですね、岡本駅ですね、宇都宮の近くの、まあ雨どいと言いましょうか、近くに神社があるんですけど、そこのとこですね。で、もしも放射性物質がたくさん積もって、雨水等で流されたとすると、ここら辺すごく高くなるはずなんですけど、まあ、そうですね、ああいったところで1マイクロぐらいであればそんなに高くないと思いますね。山神社というところみたいですけど、先ほど日光の市役所前で撮ったときに、その雨水が流れて、まあ、下水に行くところでマイクロシーベルトぐらい、毎日ですね、計測できたところあったんですけど、まあ、それに比べれば、今のところはほとんど、まあ、ほぼ影響がないと言いましょうか、高いんですけど、まあ、当然、放射性物質も若干こう降り積もった、ああいったところに蓄積されたとは思うんですけど、まあ、ああいう場所にしてはまあ低いですね。ですから、宇都宮も若干来たことには、まあ、間違いがないというか、まあ、当時来てましたから、2ヶ月前ですけど。
まあでも、普通に生活してる分には、まあ、ああいったところも含めて、そんなに影響はなさそうだっていうところですよね。まあ、少なくとも日光よりかは、こちらは、計測してるものとしては、見てる限りは断然低いですね。で、まあ、放射性物質は来ちゃったんだけれど、まあ、特に降り積もって、たくさん蓄積されているようなところで、まあ、ああいったレベルですから、特にここら辺は問題ない気がしますね。まあ、普通に座ったりとか転んだりとか、あんまりよろしくはないと思うんですけどね。本当はそういうことはない方がいいと思うんですけど、仮にそういうことがあったとしても、まあ、計測している感じではそんなにその危険という感じはしないですね。ということで、今、岡本駅周辺というところで宇都宮市内の状況ですけれども、まあ、宇都宮も、宇都宮市の市が大きいんで何とも言えないですけど、まあ、少なくともここら辺の市街地に近いようなところでは大丈夫だと思いますね。